4G1 は1986年に、イスズ自動車が開発した 1588cc、直列4気筒 DOHC、ガソリンエンジンである。開発のベースとなったのは、薄肉中鉄ディープスカートシリンダーブロックと、アルミニウムシリンダーを有する4 x 系エンジン。 内径 77mm 工程 79mm で 1471cc ーサイ 1c の 4xce1 で4バルブ DOHC 化したシリンダーヘッド部分をロータスが設計し内径を 77mm から 80mm に変更して 1588cc へ拡大した構造となっているガソリンエンジン4輪市販車では 日本初のクーリング機構付きピストンを採用し、また電子制御2段階バルブ制御弁を用いた、可変吸気コントロール機構を備えている。エンジン本体以外でも、4G1 に使用されている燃料噴射装置は6、公式であり、燃焼効率を極限まで高めている。製造は、イスズ自動車北海道工場。後に、ホキベルトを、サーペンタイン化し、 工程を 90mm に延伸して 1809cc に拡大され、出力 150PS として開発された 4XF1 が最終型ピアッツァに搭載され、さらに工程を伸ばして、ゼネラルモーターズの小型戦略車、サターン1.9リットルエンジンの開発ベースとなった。4G1 e エンジン1988年2月。 JT190 型2代目ジェミニダブルゼータハンドリングバイロータスに搭載されたのが市販車としてのデビューとなった。鋳造ピストンハイドローリックタペット後に2代目ロータスエランに搭載された JT191 回型3代目ジェミニに搭載される際に最高出力が増強され可変バルブタイミング機構のつかない 自然吸気の1.6リットルエンジンとして、しばらくの間市販車最高出力の座を維持した。DOHC-16 バルブ、可変吸気システム、鋳造ピストン。ソリッドタペットが採用された。JT191S 型三代目ジェミニールムシャー R に搭載された。一般的には4 g 1 t とされる。DOHC インタークーラーターボ。 16バルブ、可変管制吸気システム、溶融単造アルミニウムピストン、オイルジェット付きピストンクーリングシステム、単造コネクティングロッド、タフトライド処理単造クランクシャフト、レアメタルベアリング、ステンレス構成エキゾーストシステム、空冷式、オイルクーラーを標準装備するなど特記すべき点が多々、あり、当時の同一排気量車では最高出力であった。 1991年の発表と同時に、レースに参加し国内での輝かしい成績を収めた。ありがとうございます。